はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。またまたちょっとトップ画面を見てほしいんですが、キモくないこんなやつなのこの子。まあとりあえずね、引きたくて引いてしまいました。もちろんチケットでは出てません。ジェムを使ってね、昨日と比べたら2万ジェムぐらい減ってると思いますが、いやー欲しくてついに引いてしまいましたよ。で1個引いて覚醒化粧かで覚醒したという感じになっております。おいおいね、まあ、使っていきたいかなと思っております。第100回闘技場ですね、3日目になります。昨日は6勝で、はい、昨日でちょっとねパーフェクトは逃してしまったんで、まあ今日は変わったキャラクターに当たっていけたらなと思っております。才能開花来い、マリベル。モント行こうかな。あーね、どうなんでしょうね。いやー、だんだんね闘技場も狭くなってきましたよね。逃げ場がない、逃げ場がないのは一番ダメなパターンなんで、ここ行きたいんだけどね、ちょっと逃げ場がない気がするけど行こう。はい、対戦よろしくします。でオメガのなんか何、あのなんかポイポイカプセルみたいな投げるやつあるじゃない、あれ見ててなんかこういうあれでいいのかなと思っちゃったけどね、そこが違和感。剣戦、あー一番などうしよっかな。一番アストマさせようかな。これ入ってないわけでしょ、1、2、3、4、入ってないわけだよね。ここにすれば入ってないわけだよね。いやー、こさした方がいいか。こさせて勇者を通すパターンがいいんじゃない。で指導のあれがちょっとあれだな、麻痺が取られない。この辺なんか麻痺どうなんだろう。あ、これはあれか、麻痺、あー OK なんだね。じゃあこの、まあまあここで戦いのあれと守備力バフ入れたいかな。で1個目でこの子が受けるしかないのか、どうしようかな。電位 OK な子っているのかな。激減、素晴らしい。こうだね、こうする。であと麻痺なんだよね、問題がね、麻痺だ。左側にずれながら行かなきゃまずいんだよな。で剣戦、まあまあ1個目ね、剣戦取る。でここに来るから。で2番が戦いの B とじゃなくてチョコボ A L、 確か A L だな、A L、3番目誰、3番目が、あーどうしましょうかね。これどこまで来る、ここか。でピサラこっから打ちたいから、どっちにしろね、出るしかないな。出て打つか、チョコボな、これ邪魔だな。こっち、まあ受けなきゃいけないからね。ここで下がってビ、あーダメか、自分周りだもんね、エールってね。うん、自分周りだからダメなんだよな、邪魔だな。まあ受けるか。麻痺が、この子はあこんな感じ、受けざるを得ない。勇者落としたい。うん、そうだな、他受けれる子いないもんな。こうして、ゴッドでも、あーそうじゃないか、まあこれでいいかなね。こうしましょうかね。であとこれだな、これが問題、これが当たっちゃうんだよな。剣戦受けた後に当たるようになってるんで、これが問題かもしれない。どっちかっていうと、射程ない、射程どうなってるの。 3と、1個先の2個か、1個先のとこ、ピサロのとこ当たらない限りは大丈夫か。ピサロのとこちょっと開けとかなきゃいけないってことだよね、要はね。ピサロここで、ここが神竜って感じで陣取ろうかな。よしかな、それ でビームは受けてしまう。でこの後ろ誰、これ、これ誰、これ誰、あもうモントね、全然モントなんか気にしなかった。うん、大丈夫だね、当たらないという感じかな。でシドに関しては混乱取ればいいんじゃない。
で、あとこの子が何弱点なの？耐性。麻痺、半減、混乱、無効。なかなかですね、休み、虚弱ね。休みね。覚えておこう。じゃあ休みこっちで行くかもしんない。もしかしたら。ね、それでいいかもしんないね。うん。あー、違うわ。先、あれだ。あ。シド、じゃあここにいて、バタフライ出ようか。え、もっとどこまで来る？ここね、ここでしょ？で、こっから1、2、3で入るわけだから、ね。OK だね。で、ここで先行っちゃう。で、OK。という感じで行けばいいんじゃない？で、EO のガビンで、こっちもこれ出ちゃっていいんじゃない？こうしておいて、この子だけでしょ、問題は。あ、あ、当たってんじゃん。あれ？当たってんじゃん。じゃあこれでいいかな。こうしてちょっと待ってよ、もう一回確認。ここで牽制受ける。2番目ここに行ってエールにしようか。じゃあね、エール、あー、うーん、まあエールでいいかね。エールで3番がなんかもあれだっけ、向こうだっけ、神竜か。神竜が出て1、2、3、あ、届かない。ゴットか。ゴットの魔剣か。うん。ね、4番出て、で、うちの5、6、7だから、出ちゃった方がいいね、これね。出ようか。じゃあ、そんな感じ。牽制を受けないために、ここね、ここにして、あの子だけ受けるという感じ。激減。エールにしようかな。エールで、ここでするかここでするかなんだよな。メラはどうなんだっけ。メラ。いけるか。いくか。で、3番出て、オーロラッチ、もしくは、うわ、硬て。硬い。これ、勇者行かなきゃまずいな。硬い。これはまあ出ちゃってもいい話なんだよな。どっちにしようかな。どっちがダメで出るか教えてほしいんだよね。まあここで行きましょうか。はい。で、モントを名乗る。名乗ってないからガード入ってないと。で、ここでこれは結構入るんだよな。あー、ダメなんだよ。これ落ちると思う？これ。勇者。いやー、でも行かなきゃまずいんだよな。行きましょうか。いや、天雷打ちたいとこだけど、こっち。勇者ちょっと行かなきゃまずい。あといくつよ。で、ここに出て、これ。これエピサロ出る。落とせろ。頼む頼むって、マジ頼むって。いやー、きつい。611か。これ上回れないな。チョコボが、あ、チョコボダメか。うーわ、ダメだ。落ちた。チョコ落ちた。これいって、この子ちょっと何聞くの？何聞く？そういう感じか。
え、ちょっと何が聞くの、あとはメラも通るか。123届いてないな。またこれもさ、真珠の場所が悪いの本当に。出たんだ、落ちないか。奥行くか。奥行って、そうだな、奥行って、あ、ピタの場所なんだよな。一個出て、あ、まあまあこれこれ、でこれはどうする、ファイヤー入れとくかね、ファイヤー入れとこう。 OK、で魔剣でもいいし、まあ、こっちで行っとこうかな。さあ最後、下降りてきてくれ、下下下来てくれ。いやー落とせない、落とせなかった。あそこで真珠のゴッドブレスとオーロラブレスのダメージ差があったらちょっと悔しかったね。だからそれがね、出てほしいんだよね。どっちがダメージ出てるか。ゴッドを選んじゃったけど、オーロラブレスの方がダメージ出てたかもしれない。賢者女。賢者女と女だか。賢者女行きましょうか。当たっとこう。なかなか。うん、行こうかな。はい、射程が結構あるんだよね。プラチナキャノンか。はい、対戦よろしくお願いします。いや、そう考えるとやっぱ勇者って強いんだなと思っちゃうよね。サロ打って真珠打って勇者打ち込んでもう落ちないんだからね。そりゃ強いよ。1番ギュメッチ、ギュメッチは何もさせないね。はい、で2番がチョコボか。チョコボはエールで、3番が打ちか。あ、じゃあそれは9名に行こうかな。あ、向こうの剣線とか飛んでくるのか、これまたね。あ、こっちにしちゃう、まあこっちにしてもいいのか。ここまで、ここ入る。あ、これでいいね。うん、これで大丈夫だ。はい、4番剣線が飛んでくる。で、5番が打ちか。打ちは勇者行こう。これは、こういう感じにしといて、これはもうここしか打てるとこないから、ここに夢がついちゃうからね。うん、そうだね。ここから打ち込むしかないから、ここで勇者は出てエターナルぶち込む。でこの子は混乱最悪取ればいいから、そうしておく。5番ね。で6番が打ちか。で混乱じゃなくてもいいのかな。で賢者女か。あとはね、賢者女に関しては麻痺か通るのが。じゃあ次のターンでチョコボで突っ込んでいきたいところはある。でまああと誰か解けないかなね。射程これね、これだけちょっと覚えとこうか。ギラも弱点だからあれなんだよね。で眠りかなんか、耐性どうだっけ、ま、うわすごいな。眠りか、通れて眠りって感じだよね。だイオが通るから次のガビーンで不死鳥天雷できるんだけどね。そうですね、まあ、クサロ、違うあれ落としちゃった方が楽だと思うんだけどね。でこうしておこうかね。これでいいんじゃない。1番来るのみね。で2番がチョコボがエール、3番剣線で、あのうちのチョコボで、4番が、あ、向こうか。あ、3番がゴッドかね。で5番が出てエターナル。あ、エターナル打ち込むから結局あれだね、受けるな勇者が。そこがどうかだよね。ギラ倒倍
って感じかな。よし、じゃあ行きましょう。そんな感じです。二等通用車ですね、確かね。エール、さっきちゃんとエールしたんだろうな、チョコボ。ゴッド、厳選。そう、さっきもあんまダメージはね受けてなかったね、そういえばね。でこれでもいいのよ正直だけど、落とせないやっぱり。これでいこう。 OK、 いいよいいよいいよ、それでいいそれでいい。でこれさ落ちるよ、絶対落ちるから、こっちに陣取っとくか。クサロとあれで十分落ちる、間違いない。クサロ来て次あれか。あー、なんでまあまあいいか、こっちも。で賢者の範囲だけ入りたくないなっていう感じかな。じゃあここで次に備えていっとこうかな。あ、この子はなんだっけ、眠りだ、眠りか。これも取りたいんだよな、ちょっといやらしいんだよなやつも。じゃあこっちが貼っといても問題ないか、こっちが貼っといても。これ危ねえ、なんか危ねえ、うん、こっちから貼っといてもまあ問題ないな。でここら辺に貼っとくか。うん、ここでいいや。行く、これ。OKOK。やっと。やっと OK。でもその分メガボーグが来ちゃうな。ボルケーノ、賢者女。おっと、大丈夫なのか？危ねえ危ねえ、ちょっと待って、チョコまで、まひらせろ。まひらせろ。賢者もない、行くか。いや、イオで行きたいな。ね、イオで行った方が無難だよね。賢者もない、麻痺取れるから一旦余裕あんのよ。次、真珠。うん。いや、それでいいや。で、一応、麻痺を取っておく。落ちなかった時のために、でサラサラする。オッケー、いい。あー、よかったー、よかったよ。いや、これもチョコボエールのおかげかもしれないね、守備力アップしたから。あ、でも呪文とブレサーが関係ないか。いや、その後のメガ防具の一撃がゼロだったからね。あそこで聞いたかもしれない。よし、3戦目ですね。ギガハンド、ギガハンドで、ギガハンド行こうかな。あー、ギガハンド行こうかな。ねえ、楽しそうじゃない、ギガハンドって。あー、マーブランとか行きたいよな。いや、ギガハンド行きたくない？行こうかな、休みで。あー、行こう行こう行こう。いいやいいや。勇者4凸か。これこそ落ちないな。いや、しっかりエターナルぶち込まなきゃダメだし。で、その後、竜王が控えてるから、ギガハンドいいね。でかー、ギガハンド。でかー。リーゼットを超えてるぞ。はい、対戦よろしくお願いします。混乱か。で勇者、これも一撃受けなきゃダメだな。2番、1番誰だ。あー、リーゼットね、リーゼット大丈夫ね。で2番で3番受けなきゃまずいから、3番をどこで受けるか。1、2、ん、今の時点だったらどうなってる。 1、2、3、 あ、ここでも受けれるのか。あ、これでいいじゃん。じゃあギガハンド受けよう。またギガハンドじゃない、また剣戦受けよう。チョコボいいな、受けれるわ。でこれが届いてないことを願う。で、やっぱりそうだね。あれは先混乱取りましょうか。リオはね。で、うちの狙いとしては、先に、勇者を落とす。もうそれ言ってんだね。もう何もできないもん。で、次、ドルマ受けんのか。ドルマ、ヒャドか。ヒャドドルマ。ヒャドはまずいな。ねえ、ヒャドまずいね。
きつ。竜王の炎もきついんだよな。だリーゼット眠らすか竜王を取るか二択だね。どっちも取れるって取れるんだけど、で次のターンで焼けつくってわけにいかないからな。炎な、炎を受けれんのか勇者以外は。この子が危ないか。等倍だけどどんぐらい出んの竜、久しぶりだからな。クラウノ、シャドウよりかは出ないんじゃないかな。大弱点だからね。リーゼと眠らせて、行くかな。でこの子は全然ノーマークだけど何すんの。なんかわしづかみみたいな、ショックハンドか。あ、扇なんだ一応ね。あ、かき集めってのがあるのかき集め、待機中ダメージを与え一マス引き寄せる。あでショック、ショックな、まれに休みな。まあ内場はダメだね。あの勇者行かなきゃこれは。で勇者がどこ出てくるか、まあここがここですよね。でうちが打ち込める、打ち込めるよね、打ち込めるよね、ねね、相手エセリオね。だから勇者行く、それしかない。でこっちは誰を生かして、あーヒャド、この子もダメなんだ。2ターン目で狙われる可能性あるからね。だからリーゼット取った方が無難だと思いますよ。で炎は1回受けてもらうっていう感じにしようかな。よし行こう。いいね、チョコボいいよ、勇者を受けるのに最適だ。チョコボエールかな、エール、かな。ここ動いちゃまずいんだよね。ここさ、こっちが行ってさ、アストロンパターン、まあ、こっち後ろ行っちゃったらめんどくさいけどな、勇者かな。アストロンさせてなんとかって手もあるよね。これ焼けつく向こうか、どっちみち。これで竜を取れちゃえば楽なんだけどね。一応4突だから結構厳しいと思われますんで、しっかりダメージ入れとこうかな。はい、 OK、 来なさい、3回目の。よし、あっ、そっち、あれそっちかやべやべ、どこでやるの ?1,2,3 これね、また落ちないんじゃない。これさ、ゴッドのが出てる気するよね、どう見ても。いやこれチョコボ終わったな。でも次チョコボ先か、オーロラで先こっち行って、もっと出れるのか。これ行って、いやダメだよな。ここで打ち込んで。勇者にね、あ、ここでもいいか、ここで勇者打ち込んで、こちらから、いや、エターナに行かなきゃまずいんだよ、これ。エターナル、うわー、これ。いや、いけないよな、無理だよな。いやチョコボ終わるな。それかここでオーロラを組んで、ここでねオーロラ組んで、不死鳥天雷をぶち込んで魔剣で、不死鳥天雷で落ちるとは思えないな、そこもな。でショックハンドも来るんだよね、これね。ショックハンド来るから、それもよろしくなくって。ここでゴッド。
ここでゴット。いやー落ちない、落ちないよ。どっちにしろ落ちないと思う。あ、でもさっきは牽制だったのか。そうか、さっきは牽制だったんだよね。ここでよし。で、これがどっち行っても地獄なんだよな。いや地獄なんだよな、どっち行っても地獄なんだよな。混乱で取って、ヒャドの射程は、ピサロが 前までつける、前までつけて、この子の射程が、ちょっと待って、ドルマヒャド、どっち627、あドルマの射程あれか、627か。射程、3の33マス、3マだ、3だね、123の3、うん、プレゼント for you でも落ちるんじゃないのこれ。ピサロが前までつける。じゃあそれでいくか。あでもこっちが落とされるか。1389、まあそ、まあ試しめか。じゃあそれでこれいって、勇者はリゼットの前つける、邪魔する。でもショックハンドが来るよな、ショックハンドが来るんだよね。ラリホー、ここも届く範囲。ああつけらんないわ、どっちにしろ。ああつけらんないんだね。じゃあこれはリゼット眠らせます。そう、さらここからしか打てないわ。そっか、さっき剣戦だったから落ちなかったのか。エターナル行けば耐える。オッケー、それになってくれたか。オッケーオッケー。で、うん、行こう行こう。チョコボはどうする？エールでいいかね、まだエールでいこう。神竜出る、無理だよね。ここでよし。でこれは混乱取っちゃう。オッケー。なんでダメージ入らない。あーよかった、生き残ったわ。これはどうしようかな。これしとこうかな。え、落ちるよね。ダメかな、落ちないかな。いや竜王なんか硬いぞ。チョコボはさらにエール、入らないな。
まあよし、よしよし、どっちにしろよし。ファイヤーでも言っとく。オッケー、あーよかった。はい、というわけで3日目が終わりました。9勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。